ここは横浜のドーナナパークになりますが、ここにいるのはよさこいの連の人たちですね。向こうでよさこいをやるようです。よさこいの連の人たちがいます。それでは連の前に元気よくご挨拶します。会場にお集まりの皆様、こんにちは。ズームができればいいんですが、このカメラのズームができないんですが、とりあえずよさこいのを少し撮ります。どうぞご声援よろしくお願い申し上げます。よさこいやってますね。よさこいを少し撮りたいと思います。Thank you.
続きですのでよろしくお願いします。ここは横浜のドーナハナパークで今はよさこいを撮ってますね。続いてはいろいろとイベントをやってるようです。
でメインのイベントは向こうの方でやっているオレンジリボンたすきリレーというもので、オレンジリボンたすきリレーの一環として自分がツイッターなどで交流しているナスライガーさんたちのショーがあったので、そのナスライガーさんのショーを撮るために今日は横浜に来ているわけですが、でナスライガーさんのショーは別の動画で撮っていますね。で横浜の港なのでいろいろと船がいます。いろいろと船がいますね。で、ナスライガーさんたちがまだいれば、ナスライガーさんたちを撮りたいと思いますが、ナスライガーさんたちがもう帰ったってなったら、向こうの方の赤レンガ倉庫の方に行く感じにしますか。さてと、ナスライガーさんたちのショーが終わってから20分ぐらい経ちますかね。もうその間にグリーディングとかが終わって帰ってはたどるかという感じでした。いかがでしょうかということで、とりあえずナスライガーさんやミリマックスさんたちを探したいと思いますね。でここにオレンジリボンのテントとかがあります。で次休憩で出てくるのが反対の小皿、やり方は一緒なんですけど、皿が小さくなるのでちょっと難しくなります。続いて、ここ、中皿ですね。これ、こう向けるよりも、こう向ける方が、なんか手首の感じですかね。難しいんですけど、いきます。中皿。あれかな、もう帰っちゃったかな。あ、まだいいか。ヒーローさんたちが向こうにいますね。とりあえずゾウの花パークはこの辺にして次のエリアに移動したいと思いますね。次は向こうの方に赤レンガパークがあるので、赤レンガパークに次は移動したいと思います。でここは横浜のゾウの花パークになりますね。あれは何だろうか、種丸と書いてますね。種丸と書いてますね。横浜開港150周年記念と書いてあって、種丸という部分がありますね。ここは横浜道の花パークですね。で今日はこの横浜のゾウの花パークで
オレンジリボンたすきリレーというイベントがあって、そのオレンジリボンたすきリレーの一環としてツイッターを通じて自分と交流のあるローカルヒーローのナスライガーさんやとネリマックスさんたちがショーをやったので、その賞を取りに来たわけです。で、ここにこの辺りのマップがありますね。上の方にドーナナパークとあって、現在地はここです。で、ここにゾウの花パークがあって、ここのところでローカルヒーローショーをやっていたので、そのローカルヒーローショーの様子を撮っていました。トイレがあるのか。とりあえずゾウの花テラスに行ってトイレに行きましょう。赤レンガ倉庫のエリアに行きたいところですが、先にトイレに行きたいので、向こうの方にある象の花テラスに行きたいですね。名古屋はどあ、まあまあできたっていうか、はい、こんな感じでいろんなとこにけん玉乗るんです。手で乗っけてバランスが取れるところは全部乗ります。ちなみにこうやってバランス取るわかるわ。すごい人になるとこれでここ乗っけたままくるって回してもう一回コロッとできる。とりあえずちょっと動画撮りますかね。とりあえずちょっと動画撮りながらパークですが、これからよさこいやるようですね。で、ナスライガーさんのチームナテンさんがおどけています。ナスライガーのチームナテンさんです。あそこ、あれはよさこいの人たちですね。で、ナスライガーさんが今で、今日は10月の22日で、ここは横浜のゾウの花パークですが、この横浜のゾウの花パークではオレンジリボンたすきリレーという子どもの虐待を防止するためのイベントが開催されて、その関連でナスライガーさんとベリーマックスの人たちがショーをやっていました。で、そのショーの様子は別の動画で浮かれていますね。ここではオレンジリボンの今日の一環でよさこいやってますね。自力を中心としたよさこいをここではやってるようです。おかわり
ご声援ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。大福でございました。ニコだけにサポイです。トラさんがいいな。でローカルヒーローの人たちがいますね。で向こうの方でもいさこいやってますね。で向こうの方に赤レンガ倉庫があります。で向こうの方にあるのがランドマークタワーですね。これからも。ここはゾウの花パークで、これは今見てもらっているのは横浜の海で、向こうの方にあるのは赤レンガ倉庫ですね。これから赤レンガ倉庫の方に行きたいと思います。これこそがで向こうの方にランドマークタワーがあってということで、で先ほどまでローカルヒーロー人をやっていた関係で、ヒーローの人たちがグリーディングパスを持っています。人や悪役だった人がいるということで、ということでゾウの花パークはとりあえずこの辺にして、次は赤レンガ倉庫に移動したいと思いますね。でここは横浜のゾウの花パークですね。で今日は10月の22日で、この横浜のゾウの花パークでオレンジリボンたすきリレーというイベントがあって、その子どもの虐待を防止するという目的のオレンジリボンたすきリレーというイベントをやっていて、そのオレンジリボンたすきリレーの一環として、自分と交流のツイッターで自分と交流のあるローカルヒーローのマスライガーさんたちが、メリマックスの
2つの賞があって、その賞を取るためにこの横浜のまで来ました。で、その賞そのものは別の動画撮ってますね。で、他にあと山下公園の動画とか、あと残っています。で、今現在はゾウナハナパークを向けて、ゾウナハナパークを向けて、この動画の最後の目的である向こうの方にある赤根ヶ倉庫に向かって歩いてますね。で、赤レンガ倉庫の動画を軽く撮ったら今回の動画は全部終わりしたいと思います。やりたいと思って、現在時がここで、ここら辺り一帯が横赤レンガ倉庫ということで、この辺りの動画を撮ったらもう終わりにしたいと思いますね。なんかここに人がいっぱい集まっていますが、何でしょうか。で、今見てもらっているのは横浜の名物の一つである赤レンガ倉庫ですね。何かイベントでしょうか。横浜お芋万博というのをやっていて、で、赤レンガ倉庫ですね。赤レンガ倉庫の様子を軽く撮ったら、今日の動画を終えて、で、馬車道駅に行って帰ろうかと思いますね。9時に家を出て、11時に横浜の中華街の駅のところに着いて、それからずっと今まで動画を取り付けたり、あと東七パークでネリマックスとナスライガーさんたちの地層を撮ったりしてましたと。赤レンガ倉庫です。赤レンガ倉庫ですね。今見てもらってるのは横浜の赤レンガ倉庫です。で、この赤レンガ倉庫を軽く撮ったら
今回の動画は全部終了にしたいというそういう感じですかね。カモメとハープが一体化したような動きがあります。何か名盤がありますがよくわかりません。ここは赤レンガ倉庫のエリアになりますね。赤レンガ倉庫の様子をざっと撮って今日の横浜の動画はもう終わりにしたいと思いますね。なんかクラシックカーらしくものが止まってますね。クラシックカーらしくものが止まっていてクラシックカーフェスティバルかなんかでもあったんでしょうか。クラシックカーがいっぱいやってクラシックカーの展示会らしくものをやっていたようですね。ここは横浜の赤レンガ倉庫のエリアになります。赤レンガ倉庫の様子を今見てもらってますね。で、この赤レンガ倉庫のエリアを抜けたらもう今日撮影してずっと撮影してきた横浜の動画は終わりにしたいと思いますね。横浜大芋万博というものをやっていたようです。このエリアで横浜大芋万博というのをやっていたようですね。横浜赤レンガ倉庫です。とにかく赤レンガ倉庫を抜けたのでこれで今日の動画は終わりにしたい感じですか。ではでは。赤レンガ倉庫ですね。
向こうに赤レンガ倉庫があります。ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。